妖怪にならないための言葉。大川隆法。1。くれぐれも自分が世界の中心にいると思うな。2。優劣を競わせる世界を単に邪悪だと思わず、この世でのまともな人間になるための魂修行だと思え。3. 妖怪の本質は自分の正体を見せず相手を翻弄するところにある。 4. 妖怪は根本的にうぬぼれており、自分をどう変えるかではなく、自分がどう変わったように見えるかに関心がある。 5. 妖怪は実績よりも勢いを好む。 7. 妖怪は人里離れて住むくせに街中の評判が気になってならない。 9. 妖怪は悟ったふりが好きだが、実態は精進が嫌いで人の目をごまかす。12. 妖怪は相手の恐怖心を見て喜び、優越感に浸る。 13. 妖怪は同類相集まって自慢し、他のグループをこき下ろすのが大好きである。 14. 妖怪は本質的に差別を好み、民主主義が嫌いである。15. 妖怪の現代的特徴を指摘すると、ごまかしにある。上辺を取り繕うのがことのほか上手である。16. 妖怪は自分の失敗を指摘されると、記憶が遠くへ飛んで、自分への褒め言葉は課題に岩に刻み込む。19. 妖怪は人をこき下ろしたり千本ノックするのが大好きである。しかし自分がそうされるのは大嫌いである。20. 妖怪は人の恩を感じることが少ない。しかし人の手柄を横取りすることは大好きである。21. 妖怪も同情を示すことがある。もちろん相手を格下と見下してからである。22. 妖怪はプライドが第一である。プライドを守るためなら人の幸不幸など二の次である。24. 妖怪は時に超能力や現実を駆使する。しかし自分のためであって人助けのためではない。26. 妖怪は流行り神の影にも隠れている。人気やフォロワー数の裏にある邪気を感じ取れ。27. 妖怪は金星の取れた考え方ができない。陰と陽が極端に出るが、普段はオブラートに包んでいる。29. その人が妖怪かどうか知るには、その裏表をよく知ることである。30. 平気で嘘が言えたり、平気で記憶をすり替えられる人は、妖怪かさもなくば地獄の悪魔候補である。31. 善人のふりをしている妖怪は、その人が見てないところでへっと舌を出している。32. 妖怪がコツコツと勤勉であることはありえない。必ずどこかで損得計算の調整をしている。33.
妖怪は目を離すと自分流でサボっている。34、妖怪とは要するに生産性のない人間であるのに人を欺き世を欺く人のことである。35、妖怪とは要するに力比べ、知恵比べ、化け比べ、尊敬され比べをして負けたら洞窟や闇に逃れる連中のことである。36、妖怪は真っ当な信仰心を持っていない。37、妖怪は人を騙すために信仰心を悪用する。38、ゆえに妖怪は仏法僧に三宝帰依できない。39、つまり仏に対しても邪心があり、法に対しては自我流の解釈をし、僧については偉くなって利用することしか考えてない。40、ゆえに妖怪は弦を左右にして自己保身に走りがちである。41、妖怪の代表格は天狗である。日本霊界には日本オリジナルの天狗が存在している。43、現代ではあらゆる分野で天狗が多発しており、功績も残すが協調性なく社会の破壊も多い。なあって実なしとなるのが一般である。44、天狗の第二の特徴はその羽にある。天使との違いは羽の折れ曲がり点で鋭い爪がある点にある。悪魔にも爪があるが、天狗が天使と悪魔の中間的性質を持っていることをよく示している。45、天狗の第三の特徴はその鳶のようなくちばしにある。ピーヒョロヒョロと鳴くトンビのようなくちばしである。相手の弱点を攻撃する鋭い言論攻撃になったり、相手の弱みをえぐる鋭い一撃を加えることがある。46、特にカラス天狗と呼ばれる一派は知能も高く、カラスそっくりのくちばしをしている。口を開けば自慢話か人をこき下ろすことに精力を使っており、反省ができないという特徴がある。高転びして挫折する以外に自己の実像を知ることは少ない。カラスそっくりの黒い羽をしているが、肩を落とした後ろ姿のしょんぼりしたところを見ると悪魔より純真なところがあると思われる。47、天狗は頭に黒い烏帽子をつけていることが多く、かつて山岳修行した山伏の経験がよくある。そのため仙人同様の超能力を持っているものが多い。48、その超能力の一つが遠眼鏡で、山の上に住みながら木の上から町の中の人間のなりわいを眺めている。このためこの世の流行や没効してくるものに敏感である。ニュービジネス界の人材となることも多い。急成長して倒産するものも天狗が多い。50、伝統的に天狗は八つ手の葉っぱを持っているとされる。風を吹かせて風雲を巻き起こすのが
大好きなのである。ただし勢いが好きで、堅実な仕事、手堅い仕事、末長い成功を収めるのは苦手である。短期で成果を出して賞賛を得るのが大好きである。51、これ以外の武器としては隠れ蓑がある。ハリーポッターの透明マントのようであるが、天狗の姿を隠して上品な紳士や淑女のようにキーパーソンに近づく術も持っている。しかし化けの皮が剥がれるのは割合早い。52、天狗は色、金、欲に弱い。装飾や官会、財界、学会、ジャーナリズム界にいて活躍していても、異性問題、金銭不正、脱法行為などで中途挫折や晩節を汚すことが多い。うぬぼれが過ぎて脇が甘いと言うしかない。53、天狗は何らかの長所を持った人間として生まれることが多い。謙虚さと反省の大切さを学び、仏法真理を学習することで長い成功を収めることができる。54、天狗と仙人は一種の霊能力、超能力を持ちやすいが、仙人の方が衣食住についての欲が少ない。仙人は職人で成功する人が多い。色欲にとらわれると神通力を失うのは天狗も仙人も同じである。久米の仙人などが有名である。55、仙人とはインドのヨーガ霊界に多い存在である。世俗との関わりをできるだけ断って肉体生活を軽んじ、座禅瞑想によって何らかの霊的体験や霊能力を持とうとする人が多い。出家後6年間の山林修行をしたシャクソンがウッダカ・ラーマ仙やアララ・カラマ仙人、アララ・カラマ仙について各3ヶ月ほどの修行で死と同レベルに達した故事が有名である。56、仙人は俗人との交流を好まないので一人悟りが多く、本格的な菩薩にはなりにくい。仏教では禅宗がこのヨーガ仙人の系統を引いている。しかし霊的な自覚に目覚めるための断食などはある程度世界のさまざまな宗教に共有されている。57、仙人では葛城山の円の小角などが有名である。お経も併用した山岳修行はさまざまな秘術を生んだが、彼自身は出家得度していない乳母族であった。一説では富士山火口まで空中飛行して帰ったともされる。おそらく幽体離脱体験だろう。弟子の一人、あるいは葛城山に住む一言主の神の断言により朝廷に反乱を企てているとして捕らえられ伊豆大島に流された。58、円の小角は母白桃女を人質に取られたため捕獲されたが、日本の仙人界では大きな力を持っている。飛鳥寺を本拠としていた若き行基も一時期秘術
体得のため共に修行していたらしい。縁の行者は奈良時代の修験道の祖であるが、発想宗の行基は彼から祈祷や呪術を学んだものと思われる。59行基括弧668年から749年は諸国をめぐって布教し、時には道には千人もの民衆があふれたという。その人気ゆえ妬まれ、朝廷からの迫害も受けた。しかし民衆とともに道路、橋、堤防や寺院を建設してゆき、文殊菩薩の生まれ変わりとまで言われた。後に聖武天皇の帰依を受け、東大寺や国分寺建立に協力、日本最初の大僧正となった。60行基は行基菩薩とも言われるが、若草山に5000人もの民衆が集まって彼の説法を聞いたこと、数々の土木工事や寺院作りを考えると、イエス・キリストや後の空海を彷彿とさせるものがあり、本体は如来の霊覚を持っているものと思われる。また仏教僧の手本を見せることにより、日本霊界で神々を名乗っていた物の部系の豪族心を裏側の妖怪世界に封印した一人ではないかと推定される。61、なお円のお頭を断言したとされる一言主の神は大和の葛城山の神で、悪いことも良いことも一言で言い放つ託戦神とされ、一言主神社に祀られている。円のお頭行基らが葛城山で山岳修行していた時に、同時に銅山を根城にしていた大和の神官だと思われる。62、著者には一言主の神とは物の部系の豪族神かっこ呪術師であると思われる。顔が醜かったために見せたがらず、洞窟暮らしが長く、おそらくは土着の土蜘一族の棟梁だと推察する。この人が妖怪の総参謀を務めるぬらりひょんの開祖だろう。脳が露出したような二頭身の姿や、頭を布で隠したような姿でよく描かれる。63、妖怪ぬらりひょんの特徴としては、すぐに人の背後に回り込む点が挙げられる。正面から人に見られるのを嫌がり、後ろでお茶など飲みながらエネルギーを吸ったり、耳元でささやいたりする。人が夕方にくたびれている時は、ぬらりひょんにエネルギーを抜かれていることが多い。64、ぬらりひょんは頭の良さを自慢しながらも、責任を取らず隠したりとぼけたりするのが得意である。雨の日には蓑や傘で姿を隠す。彼を妖怪の総大将とするのは間違いである。責任回避を常とする人は真のリーダーではない。65、鬼の定義は多様多種類である。唯一の共通項は頭に角が生えていることである。一本角の鬼は一途なところがあり直線的である。二本角は受信と
発信機能を持っており、性格的には陰陽の両面がある。66、鬼には仏を下護するための地獄の執行官パニッシャーと生前凶悪犯であって、誘拐地獄界で恐怖を起こす存在、角の生えた悪魔の3種類がある。また生きながらに殺人鬼と呼ばれることもある。非情さと目的合理性、腕力の強さに特徴がある。ただ仏を下護している鬼たちは検察官や警察官、悔い改めを現実化するための執行官であって、修行中の菩薩や諸天善人も多い。彼らは妖怪ではない。67、同じく生前の善悪を裁く閻魔大王も姿を変えた如来や菩薩であって、正義と公平を追求している。妖怪や悪魔ではない。68、鬼には赤鬼、青鬼、黄鬼、緑鬼、茶鬼、白鬼、そして黒鬼がいる。赤鬼は感情的に、青鬼は理性的に善悪に反応する。両者が主流で、黄、緑、茶、白などは部下であることが多い。黒鬼は課長、部長的な判断をすることが多い。69、鬼たちは亡者たちを悟らせるため、古典的な虎革パンツに鉄棒ないしペンチを持っていることも多い。70、現代では閻魔大王が高級軍人や病院長、裁判長、高級官僚、社長、まれにはラフスタイルをしていることもある。鬼も警察官、警備員かっこガードマン、自衛隊員、医者、看護師、教師かっこ特に体育教師、キックボクサー、空手家、相撲取り、プロレスラー、柔道家、ライフガード、消防員に変身していることもある。変身することで犯罪人、敵、鬼との差別化を図っている。71、ヤマンバは伝説的な女の鬼である。交通の便が悪く、旅館、ホテルが完備されていなかった時代には、山賊の一種として追いはぎ、強盗、殺人などをしていた。死後の世界でも同様の悪行をしている者もいる。72、ヤマンバの極端化したものが夜叉であり、鬼女とも言う。自分の不幸の復讐や社会への復讐のため、人の命を奪い取る。売春宿のおかみや暴力バーのママ、高利貸しなどにも多く、この世的には暴力団とのつながりが多い。人を薬漬けにして逃がさない者もいる。73、ヤマンバの変化系としては、一旦捕まえた男をどこまでも追いかけてくる六六首も妖怪である。首を長くしてぐるぐる巻きにしてくる点、安珍清姫の清姫にも似ていて、男への執念のため巻きついて火を吹いて焼き殺す大蛇のような女の執念が妖怪化してくるのである。74、首だけ分離して霊視線で胴体とつながっている。
六六首と2種類あり、分離型が先発していると言われる。いずれにせよ、女の執着が執念と化したとき、男は不幸、転落、堕地獄、血の池地獄への順路を覚悟せねばならぬ。75、これ以外にも、最近妖怪ハマグリの例が報告されている。やっとのことで血の池地獄から逃れたと思って、ビーチでくつろいでいると、巨大化したハマグリにばっくりと加えられて、猛速度で海の中へ引きずり込まれ、溺れるのである。セックス依存症で妖怪になり、男を食うのである。76、性愛と貪欲から逃れられない人々が、死後大蛇変身して、もだえ苦しむところはよく観察される。2匹の蛇が絡み合って、白い腹を見せ合って転げている姿は、おぞましさの極致である。77、蛇の妖怪としては、私は吉野山の花見に行って、能天狼のたたりを体験したことがある。能天を割られた3メートルもある大蛇が川を流れてきたので、村人がこれを小さな神社に祀って拝んでいた。その晩ホテルで一晩巨大大蛇を追い払う修法をやる羽目になった。動物などを神として祀ったりすると、霊力を持った妖怪になることがある。78、蛇の延長に滝壺などで竜神を祀るところも多いが、大抵は御神体なるものはただの蛇なので、御利益信仰のつもりが肩こり、腰痛、足の不自由さなどになって戻ってくることが多い。仏法真理でしか救われない。79、竜神は宗教的霊界ではよく出てくる。しかし現実のこの世では竜を見かけることは難しい。古代には巨大爬虫類が地上に住んでおり、空にも翼竜は飛んでいたものと思われる。霊体としては妖怪として存在している。80、しかし仏法護持のための竜神は神獣であって妖怪とはみなされない。ただ妖魔界や地獄には地を這う竜や空を飛ぶ竜がおり、他の妖怪や地獄界の住人を恐怖に陥れている。81、現代宗教としては滝行をやった修行者が竜神がついたものと思って小さな教団を作ったりする。その実教祖についているのは十中八九蛇神であり、修行途中で命を落とした修験者である。近づかないことである。82、友人を守護神に持てとか勧めている密教教団がある。現世利益に集まってきた邪霊をもらい、やがて小悪魔魔王と取り付いてくるので、できるだけ早く離れることだ。幸福の科学で説く因果の秘宝以外で救われることはない。83、仏法護持のための竜神は黒竜、赤竜、白竜、青竜、金竜などがいる。私は以前奈良の
沢沢の池で黒竜や金竜を霊視したことがある。全長40メートルぐらいあった。84、黒竜は守護の対象、金竜は仏法護持のための財宝を守る使命がある。ただし、地獄界にも悪魔が使用するものが一部あるので、注意が必要だ。かっこ中国。85、日本の妖怪で脱出するものに狐がある。正確には妖狐と言うべきかもしれない。山林の開発や環境整備、電車、自動車、携帯、スマホなどの普及とともに、目撃例、体験例とも急速に減少している。動物としての狐、タヌキもその実数を減らしているだろう。87、電気が通っておらず、街灯もなかった時代は、夜の闇が恐怖を呼び、道に迷う者も多かった。私の子供時代にも、前山でタヌキに化かされて、何キロも離れた場所で発見された人の話もあった。88、化ける、化かすという言葉がキーワードだが、果たして人間が狐やタヌキに化かされることがあるのか。動物としての狐やタヌキは変身できないとしても、妖力あるいは妖術として人を化かせるのか、あるいは霊体となってからそのような力を得るのか。89、私はルーツの一つとして稲荷信仰があり、稲が豊作になることを祝う秋祭りがあると思う。地上の人間が祠を建て、神社を建てて豊作を願い、日照りや洪水、虫害除去を祈っていると、その祈りのパワーを霊界で受け取る存在があると考える。90、それが狐の霊の場合もあるが、救われたくて集まっている霊体であることもあるだろう。何百人もの祈願や感謝の念を受け取った存在は霊力を増し、それが一種の妖力を増したのだと思う。それはここ3000年は続いている。91、こうして妖狐やタヌキ、蛇神、稲荷大明神などの霊力が増してきたのではないかと思う。妖怪世界では思いで姿を変えられるので、そうした練習の成果により憑依された村人が騙されたり、修行者や旅の僧が変化心を霊視するようになったのではないか。92、また町中でも商売繁盛のための稲荷神社が路地に立っている。それはビルの屋上にもある。狐霊か、それを自称する人間霊がお祭神になっていることが多い。93、これが狐が化ける、あるいは狐に化かされる話が多い理由である。また今昔物語や日本領域領祭詩などの影響も多かろう。94、また狐つきという現象は宗教的に存在する。ただの動物霊の場合は気候が多くなり、人間霊が
用意している場合は、言葉を話すこともある。大事なことは、霊も嘘を言うので、矛盾点を指摘したり、正体を見破ることである。95、現代の妖怪の三大聖地は、鳥取県、徳島県、岩手県だが、奈良や京都とは違った土着信仰の影響も大きかろう。96、徳島県では小松島市の金鳥だぬきが全国トップレベルの霊格を持つが、海運業で全国につながっていたこととも関係するだろう。また犬神信仰も中心的であるが、犬が狐やタヌキを追い払うために飼われていたことも関係あるだろう。97、カッパ伝説は全国にある。ユーマ（未確認生物）か妖怪かは判別は難しいが、私はごく最近までダムができるまでは全国に住んでいたのではないかと思う。自分の体験としては、1988年頃、天の湖のホテルで研修会をやった後、カッパの霊が東京の自宅までついてきた。帰れないというので、現地支部の職員に電話をかけて転送したことがある。98、おそらく今はカッパが生息しているとすれば、高知県の四万十川くらいだろう。近くの徳島県の穴吹川に妖怪小豆洗いの発祥地があるが、おそらく平家のお中祖たちが隠れていたので、人が近づかぬよう妖怪話を流していたのだろう。私の生まれた川島町では、聖地エルカンターレ生誕館のすぐ下の山道を夜、平家の落ち人の幽霊が首なし馬に乗って歩くので、夜行さんと呼ばれていた。99、妖怪の霊は多すぎて書ききれない。おそらくは昔の信仰が仏教や儒教、キリスト教らの思想の高さに裏側に追いやられて、天上界とも地獄界とも言いかねる恐怖と滑稽さが同居した民間信仰として残ったのだろう。